エスポアは2020年に結成した韓国の4人組多国籍女性アイドルグループである SM エンターテインメント所属。公式ファイクラブ名はマイ。SM エンターテインメントよりレッドベルベット以来6年ぶりの大型新人ガールズグループとして2020年11月17日にシングルブラックマンバでデビュー。メンバーは韓国人2名、日本人1名。 中国人1名で構成されている。グループ名、エスポアは、アバター、X エクスペリエンスを表現した、と、両面を意味する、アスペクトを掛け合わせた造語であり、自分のもう一人の自我であるアバターに出会い、新しい世界を経験するという世界観を、形容している。ファンクラブ名、マイは、英語で、私の大切な友達を意味する、マイプレシャスフレンズに由来しており、 仮想世界で最も大切な存在を表す言葉である。この独創的なコンセプトのもと、メンバーには仮想世界フラットにおいてインターネット上の自分をかたどったもう一人の自分であるアバターが存在している。メンバーとはシンクを通じてお互いをリンクすることができるほか、POS と呼ばれるシンクホールに通うことで現実世界と仮想世界を行き来する。 ディーコルを行うことができる。フラットの向こうには、無定形かつ無限の領域である、クワンヤが広がっている。10月26日、SM エンターテインメントが、公式 SNS アカウント及び YouTube チャンネルなどを、通じて、ロゴ映像とイメージを公開し、グループ結成を発表。10月27から30日、ウィンターカリナニンニンジゼルの順にメンバーを公開。 11月2日、11月17日にデビューすることを発表。11月4から11日、ウィンタージゼルニンニンカリナの順に予告映像を公開。11月17日、ファーストシングル、ブラックマンバでデビュー。同日、ベライブのチャンネル内に公式ファンクラブ、マイを設立。11月2日、KBS のミュージックバンクにて、デビュー曲、ブラックマンバを、 テレビ初披露し、音楽番組に初出演。1月8日、デビュー曲、ブラックマンバのミュージックビデオの YouTube 再生回数が1億回を突破。歴代 K-POP グループのデビュー曲の中での最短記録を更新した。1月17日、SBS の音楽番組、人気歌謡にて、出演なしにもかかわらず、デビュー曲、ブラックマンバで初の1位を獲得。 2月5日、セカンドシングル、フォーエバーをリリース。本作では、同事務所に所属する歌手である、ユヨンジンの楽曲、フォーエバーをカバーした。2月10日、フランスのファッションブランドである、ジバンシーの2021年ブランドアンバサダーに就任。同ブランドが、K、K-POP アーティストをアンバサダーに抜擢したのは、初めてであった。5月17日、サードシングル、 ネクストレベルをリリース。本作では、アメリカのアクション映画、ワイルドスピード、スーパーコンボの OST に使用されている、オーストラリアドルトン、ワイルドの楽曲、ネクストレベルを編曲した、SM タウン、YouTube チャンネル。ありがとうございます。